はい、どうもふめだよです。新粒評価&引くべきかやっていきたいと思います。皆さんの評価や、ガチャ結果ぜひコメントで教えてください。あとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは評価の方じゃなくて引くべきかやっていきたいと思います。こちらにね記載あるんですけども、今月先月の妻はですね二度と復活しない、今回限りの妻になりますので、コレクターの方は必ず引きましょうっていうところです。まあ、ただですね性能的にはめちゃめちゃではないけど弱いです。なので性能しか興味ない方は引くべきではないんですけども、そんなあなたでも引かなきゃいけない理由はございますというところで、キャンペーン本日より解禁されております。プレミアムボックス1回飛行ということで、これやらないとですね最大スキルチケット2枚ゲットできるところがもらえませんので、必ず引かなきゃいけない理由はここにございますと。でまあ引くタイミングはね、性能しか興味ない方はやっぱりペアツム狙いで引くのがいいと思いますので、新ツム確率アップ時に4体の新積む確率アップの時に引くのがいいと思います。であとはもうねシェリーメイトミニ以外全て持ってるって方は今引くのがいいです。っていうのもまあ今がですね一番確率が高い、時になってますので、引く方は今引きましょうということで、さあ、引くべきかは以上になります。基本は必ず引きましょうというところですね。ではシェリーメイからやっていくんですけど、シェリーメイは、消去数が30しかなくて、そこがまず弱いっす。いや見づら、そうこの粒ね、そう見づらいんす。サブ粒ねマジ見づらいのが来るんすよ。まあ、ジュリーも見づらいし、あとはプンバーとかね、ハクナマタタシンバも来るんですけど、マジで見づらいっす。そこも嫌なところっすね。はい、で消去数がね30っていうのは1回のスキル200コインぐらいしか入んないんですよ。そこが辛いっすね。まずそこが辛いです。皆さんはい、でまあいいところはおまけ効果で毎粒が降ってきやすいってところなんですけど、まあそのおまけ効果もねなんかねムラがありすぎて辛いんですよね結構。ほらこの盤面だとじゃあ毎粒本当にいっぱい降ってきてるっていう時があるんですよやっぱり。そういうところがまあうまくフィーバー E につなげられなくてグダってみたいなところが、まあ、発生してしまうので、まあ、基本はフィーバー E したいじゃないですか。でこういうもうがっつり待たないといけないかなと思います。消去数が何分少ないんで、これでも平均6000ぐらいいけそうかなと思ったけど、6000も結構微妙なラインですよね。自分54のみの初見プレイで7000枚確か言ってたと思うんですけども、まあ、あれだいぶ良かったんじゃないかなと思います。まあちょっと枚数も多かったから使っちゃったけど、まあでも使うべきではなかったかな。はい、まあ、発動数15とね、あやべえ間違えた。そう発動数15とおまけ効果によってですね、いやこれめっちゃスキルループするやんってハマればですねいいんですけど、ハマらないとねやっぱねだいぶ辛いところがあるんで、さあでも今のところは一応6000枚はほら毎粒どこに因縁状態、これがね辛いっすね。まあいつもどこ行っちゃったのみたいな状態になると、いやー調整すればよかったけど、あぶね。いやでも6000いかないっすね。5500っすね。5600、6000いかずということで、6000いかないぐらいかもね。
別に今のこのプレーも別に上振れてるわけじゃないから、まあでも平均的にはこんぐらいになっちゃうかな、大体自分が使うとっていうところでね。まあいいとこもあるけど結構悪いところが目立ってしまうかなというのがシェリーメイです。だってこのツム使うんだったらやっぱラーヤとかね、ウェンディとか野獣でいいもんってなっちゃうもんね、常駐ツムで。だってまあもうこれはもう演出とかそういうところかなと思います。ではソーイングミニやっていきましょう。まあ、このツムはね、まあ新スキルで、まあなかなかおもろいところはあるんだけど、まあ結局は消去スキルなのでっていうところですよね。で思ったよりね、消去数が多いんですけれども、多いんですけれどもっすよね。コインマイナス補正が入ってるし、発動数16って重くねっていうところなんで、発動数16でマイナス 10% って結構きつくて、ウェンディ、まあ、先ほど出てきたウェンディですけど、発動数14です。発動数14で、消去数38とかいくんですよ。で、コイン補正なし。絶対勝てないやんって話じゃないですか。そういうことっす。うん、なのでまあこの2も多分5000、5000、6000平均はちょっときついかもしんないですねっていうような性能です。まあ、ジャック&サリーのサリーみたいなねスキルをまあ勝手に積むランダムで選んでくれてやってくれるんですけども、消去数なんていうよ、こうやってね、こういい時はね、そう30後半ぐらいっていいんですけど、そこ以外の時はねだいぶきついですね。ほらこれもう6000枚ね、なかなかきつそうっすね。初見プレイの54プレイが多分2体ともね、まあ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 良かったんじゃないかな、プレイ的に。多分マイツム運とかそこら辺とか、あとは消去のところ、うわーマジか、マジグだった。消去のところと初期のところだね。この消去数もその消去数がだいぶ上振れてたんじゃないかなと思います。え、ちょっと待って、5000いかないかもしれない、これ真面目に5000いかなくない、これ。あ、これが毎回できればいいんですけど、そういうわけにはいかないですよね、あの消去ね。てかこのトゥド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 ゥンがすげえ気になる、毎回思うけど。え、ちょっと待って、マジ5000枚いかないんだけどやっぱきついっすよね、やっぱどう考えてもきついよね。発動数16マイナス補正で、え、どんだけ低いの、え、ちょっと驚いてる。ということで、まあどちらにせよね、まあやっぱ常駐ツムの、まあ、強い消去系のスキルと比較するとですね、まあ2体とも弱いので、そう、まあ性能面ではかなりきついところかなと思います。まあただ二度と復活しないというところでですね、まあ引かなきゃいけないとか、あとはまああのミッションでスキルチケットの関連で引かなきゃいけないというところはありますので、まあそこでですね、ちゃんと引いて対応してもらえたらなと思います。性能がもうちょっと強ければよかったなと、はい、そんな感じに思います。ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではバイ。明日が